ダイナミックと骨伝導のハイブリッドイヤホンになりまして、解像度が広くなるというか、そういったのが感じられる。新しい技術をどんどん取り入れて。今回株式会社フォーリーフさん初出店の企業さんのご紹介をさせていただいて、商品を紹介していただこうと思います。それでは会社名とお名前、はい、フルネームでお願いできますでしょうか。はい、株式会社フォーリーフの信川と申します。信川様、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初出店で私どもは初めてお届けさせていただいた会社なんですが、設立がもう本当に最近ということで。そうですね、2023年6月の設立です。はい、で今回お取り扱いが決まった製品のメーカーがこちらということですね。そうですね、今日は EQ アイズっていうのを、はい、代理店でやっております、はいはい、とスーパー DFZ の代理店ということで、はい、活動されているということで、はい、私ども正式の取引をさせていただくことになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今回はお持ちいただいた商品の中でレコメンドがこちらの BQ アイズの製品ということで、はい、まずじゃあウィンドの方からお願いできますでしょうか。はい、こちらがダイナミックと骨伝導のハイブリッドイヤホンになりまして、うん、骨伝導の方が主に中低域を補完するようなイヤホンになっております。ダイナミックは一発で入っている、はい、ということですね。はい、はい、と骨伝導のハイブリッドというか、そういう感じでユニット構成がされていると。はい、そうですね。はい、はい、こちらの方がもう発売されていますね。はい、発売してます。はい、お値段の方は35,000円、税込み35,000円くらいということで、はい、私どもを販売させていただきました。ありがとうございます。はい、そしてもう一つ注目の商品がこちらの、はい、ウィンターウルトラという商品で、こちら前作ウィンターというのがありまして、そちらから改良されたものになりまして、でこちらもダイナミックと骨伝導、先ほどのウィンドとはちょっと違う骨伝導の技術なんですが、こっちは広域の方を骨伝導が補完をしているイヤホンになっております。はい、で、まあ、前作ウィンターからはフィット感とか、あとフィルター調整とか、あとデザインをちょっと変えたっていう、ちょっとその辺がアップグレードしたというようなイヤホンになっております。見たところですと、ダイナミックプラス骨伝導でどうして2つ出るのかなということで、ちょっと疑問に思ってたんですけど、はい、今お話しいただいたように、はい、その骨伝導ユニットを使う帯域が違うという形でよろしいですね。そうです。はい、こちらのウィンドの方が主に中低域で、ウィンターウルトラが広域の方に骨伝導が補完をしているような技術になっております。これはもう本当に面白いですね。そうですね、聞き比べてみるとやはり差はあるということで。そうですね、はい、結構ウィンドの方は割とボーカルよりというか中域重視な方はこっち聞かれるととても良くて、でこっちはクラシックとか、まあ楽器系ですね。こちらがすごい響きが綺麗に聞こえて、まあ、僕も初めて聞いた時は、あ、やっぱ全然違うなっていう、解像度が広くなるというか、そういったのが感じられるイヤホンになってます。 BQ アイズは中国のメーカーですか。そうですよ、はい、はい、そうですよね。はい、もともと OEM や ODM を行っていた会社がありまして、はい、まあ、そこは自社でもブランドを立ち上げようとして作ったのはこの BQ アイズというブランドになります。私もいろいろ中国のメーカーさんと関わってきたんですけども、はい、今はですね、そうだ、5年前、この名前ぐらいからですからね、もう完全にこの中国の技術力っていうのが日本に追いついたというか、ある意味で追い越しているところも出てきてて、もう本当にイヤホンなんかはこの名前の時点で100回もらっていうか、いろんな会社さんが出てたんですけど、こちらは今どんどんやっぱり伸びてる会社さんだなというイメージなんですよね。私も取引、はい、少し前から開始してですね、販売をしてるんですけど、まあ、いい品を出してくるなという印象で、開発力なんかはやはりかなり、この骨伝導ドライバーを2種類やるということからしても、お持ちだメーカーということでよろしいでしょうか。そうですね、はい、このメーカー非常に市場の声とかもよく聞きながら、それを開発に素早く反映させていくっていうメーカーで、結構研究開発チームも自社でありまして、そういう新しい技術をどんどん取り入れて、でさらに自社工場があるので、コスパをよく作ることができると、一気通貫でこういう品質もいいものを出せるブランドになっております。はい、本当にここに出てるメーカーさん結構いらっしゃいますけど、ユーザーさんの声を取り入れて、まあ、こういう視聴会でお客さんの意見を聞いてフィードバックして、でメーカーとして技術力を持ってそれを返していくみたいなところがうまくできてるので、そうです、よろしいです。これからも本当に期待のメーカーですが、こちらもフェイビックでもですね、商品をご用意させていただきますので、ぜひご来店いただけるお客様には2つ一緒に聞いてもらってね、好きな方を選んでいただくのが一番いいですね。そうですね、はい、はい、わかりました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。